飼い主です。今日はよもぎのたまたまを取りに行きます。もうやめて。よもぎはそんなことも知らず、いつも通りの朝を迎えました。昨日の夜8時からご飯を食べていないので、少しお腹が空いているかもしれません。ちょっと撫でさせて。もうそんなお願いの仕方ありますか。撫でさせて。それでね、それでやっぱすぐかむよ。撫でさせて。撫でさせて。慣れないカラーをつけているので、いつも通りに動くことができません。もうこの時点でかわいそうで仕方ありませんでした。病院の先生からは、カラーをつけることを素直に受け入れること、そうではなくて取りたくて仕方がないこと、2種類いるそうです。取りたがって、もしパニック状態になってしまったら、その時は取っていいですよと言われたんですが、パニック状態がどういう状態のことを言うのかがわからなかったので、少し様子を見ることにしました。カラーを取りたがっている姿がとても可愛いんだけど、でもすごくかわいそうで、私の方がパニック状態でした。よもぎはもう我慢の限界のようです。止血止めが取れてしまいました。カラーを外しました。よかった、少し落ち着いたようです。傷跡は縫わずに医療テープで止めてくれたそうです。その場所を舐めないように旦那様が見張ってくれました。舐めそうになったら止める、それを繰り返していました。カラーをつけているのはかわいそうだけれども、カラーを取って傷口を舐めてしまい、可能してしまったらもっとかわいそうになる。どうしたらいいのか本当にわからずにいました。やはり気になるんでしょうね。どうしても舐めそうになってしまいます。私たちももうそろそろ寝なくてはいけないので、よもぎにはかわいそうだけれども、もう一度カラーをつけることにしました。なんかすごく悲しそうな顔してませんか。しかも固まっちゃいました。観念したという感じです。よもぎごめんね。
かわいそうだったので夜中にカラーは取っちゃいました。